アムラバと弟、堂々とチームの内部情報をバラしてしまう。ノルディン・アムラバとソフィアンの弟のコメント、実はカゼミーロは FA カップ決勝で怪我をしていませんでした。彼はスタメンでないことを知らされ、それならばとスタンドに座ったのです。彼は本当ならば試合に出れていました。おい、密告者はこいつだ。彼はなんで情報を漏らした？カゼミーロの対談でアムラバとの先発の座が保証されるとでも考えているのか？アントニーのチーム内チャットの情報をテンハグに暴露したのはアムラバトだった。このクラブの状況は残念だ。すべての情報が常に漏洩する。オフシーズンのドラマが始まった。アムラバトを解雇すべきだ。家族やメディアに情報を漏らすのを制御できない選手は真っ先に解雇されるべきだ。上から下まで腐ったクラブ、役員とファンの両方がこのような考え方を持っていると、真面目なクラブになることは決してありません。ところで、もしカゼミーロが本当にそんなことをしたら、怒るしかない。彼はレアル・マドリードでこんなことをするなんて絶対にしないだろう。公表されるべきではないチームの問題を共有することで、弟を気まずい立場に追い込んでいる。実際、カゼミーロのイメージも台無しにしている。暴露する必要はなかった。でも驚きはしない。カゼミーロはサウジか MLS に行くべき。トップレベルでの彼のキャリアは終わった。つまり彼は自分の兄がカゼミーロより優れていると言っている。無能な味方は敵。